ティート・ゴッピは、イタリアのバリトン歌手。演技派として知られる。バッサーのデル・グラッパに生まれ、パドバ大学にて法学を学んだ後、ジューリーをクリーミに、声楽を学ぶ。オペラ歌手としてのデビューは1935年、ベルリーに作曲、無遊病の女のロドルフォ伯爵。1942年からは、ミラノスカラザの舞台も踏み、終戦後に、国際的な活躍を開始した。 1950年代から60年代にかけては、ローマ歌劇場、60年代の後半からは、シカゴ歌劇場を主な拠点として活躍、多くの新作オペラの初演にも加わった。1959年には来日している。1979年には、舞台から完全に引退。一方で1960年代からは、オペラの演出も行い、 また晩年は、更新歌手の育成にも努めた。1984年3月5日に滞在中の、ローマにて死去。レパートリーは、ロッシーニ、セビリアの理髪師のフィガロ、ベルリのファルスタッフ、プッチーニのジャンニス・キッキなどの部法的なものから、ベルリ、オテロのイヤーゴ、プッチーニ、トスカのスカルピア男爵といった悪役まで100近くに及ぶ。 トスカのスカルピア役では1953年のスタジオ録音全曲版が今日でも名版の誉れ高いほか、いやー、ご役に関して1959年東京でのマリオ・デル・モナコとの共演、スカルピア役で1958年、パリ及び1964年ロンドンでのカラスとの共演がそれぞれ映像で残されており、彼の演技の素晴らしさをうかがわせる。また、 第二次世界大戦終戦直後には多くの映画にも主演しており、中には女優ジーナ・ロロブリジーダと共演したフィルム数本もある。マリア・カラスの講師に渡たった良き友人の一人としても知られ、彼女の人柄、エピソードや芸術性に関して多くのコメントや著述を残している。著書に、次ン・マイ・ライフ及びティト・ゴッビ、アンド・ヒズ・ワールド・オブ・イタリアン・オペラがある。 バスのボリス・クリストフは義兄弟。ありがとうございます。